こんにちは、田辺美奈代です。日曜日の私のルーティーン、とりあえず今日はいつもよりも早い買い出しに行ってきました。月曜日からお弁当があると日曜日のルーティーンは作り置きになります。ということで、今日お買い物してきたのはこちらになります。作り置きといっても茹でたりちょっと煮たりとかそういうものの品々をちょっとだけ用意しておくっていう感じですかね。今日イエローの人参があったので買ってみました。本当はね、なんかサラダとかにいいみたいなんですけど、型抜きしてお弁当なんかに使えたらいいかなと思い、オレンジと黄色、インゲン、ちょっとちっちゃめのパプリカ、パプリカのマリネを作ろうかなと思ってます。あとお肉でしょ。お肉はなんか朝焼いたりするので、特に今日はエビ、エビがあるのでエビの下ごしらえをして置いておこうかなという感じかしら。ということでスタートです。ということでクッキングスタート。会話が少なくなります。このシーン何するの？え？ティルとミニーとここのおやつ、使わないやつがこのまま使うときに洗うので、ブロッコリーはね、ディルとミニーとかもあるからちょっと多めに。じゃーん、待って待って、見せる。いや、じゃん、自動に溜まるんだよね。そうだよ、空気が抜けると、ね、うまい。オレンジのカリフラワー、最近いろんな色のカリフラワーがあって、この紫もあったんだよね。そうだよ、これもリルたちが食べるから飼育しとくといいよね、長持ちするから。充電式なんだよ、この本体。すごいよね。これ冷蔵庫の中もちょっとちっちゃくなるでしょ。茹でておけば煮物の彩りだったりお前だったりできるので、茹でておいて、あ、おい、あっこい、おい、
かった？いや、美味しい。美味しい。トマトのマリネ。ちょっと火に置いた方が味が染みて美味しいでしょ？マリネってさ、結局は酢漬けってことだよね。そうだよ。だからさ、お弁当にするのってさ、私、酢のものじゃん。腐りづらいもんね、酢のもの。トマトがあるからマリネって感じがするけど、うん、日本語で言ったらトマトの酢のものだよね。そうだよ。そうだよね、うん、トマトの酢のものって日本料理にはなかったんだよね、多分ね。そう、トマトっていうからイタリアの感じ。お酢、あ、そっか、イタリアにもお酢あるね。お酢とお砂糖と塩コショウとオリーブオイルで、玉ねぎのみじん切りを入れて、トマトのマリネ、塩コショウみたいな。したよ、もうしたよ、お手。めちゃくちゃ美味しい。何これ。これでもうちょっと置いとくと明日美味しくなるね。いや、めちゃくちゃ美味しい。もっと食べる？もっと食べたら作り置きなくなっちゃうじゃん。甘みと酸味のもう絶妙のバランスね。え、いい感じでしょ。 いい感じどころじゃない、最高だよ。火も使わないし、トマトもちょっと固めがいいよね。そうね、完熟はちょっとで、湯むきしたりするじゃない。あ、したりするんだけど、これはもうめんどくさいから皮もむかない。いや、美味しい。でも固めのやつがまた食感があって、そうそう、玉ねぎの食感とまた相まってね、いい感じでしょ。そうなの。このまま食べる。本当はこれ、あの、熱湯とか湯でサッとしなきゃいけないけど、めんどくさいかも、このままね、うん、でもちゃんとできるから。いや、手抜きは必要です。で、ちょっとだけ、まあ気持ちいいか。じゃあちょっとカリッと焼いていきます。厚揚げ、子供の頃さ、厚揚げってそんなに好きじゃなかったでしょ。好きだった？うん、だって僕は別に油揚げくんだからね。あ、そうだね。今日は赤味噌じゃなくって、もう作り置きだから、お醤油味と、なずきの好きな生姜。でもちょっとみりん入れるから、ちょっと甘い。ほんのり、うん、甘い。みりんと醤油と生姜。なんかお醤油とみりんは同量ぐらい入れていただければいいかなって感じかな。同じぐらいだったでしょ、うん、味見しないと。だからみねんさんはいつも味見をしたことが一度もないけど、食卓に出ると正解です。です。今度は肉の下ごしらえ。エビ好きだよね。エビフリアーだもん。いや、そうだけどさ、私がタコを見るときにタコタコっていうくらい。まあね、エビって美味しいよね。エビね。エビフライって馴染みが深いんだよね、なぜか、うん、丁寧にやるんだね、尻尾まで取るのさって。そうだよ。それ
全部取らずにちょっと取るっていう。そうだよね、えいつも食べてるのに気づかなかったの。気づかない。ちょっと背わたを抜くんだよね。そう、だからさ、全部お魚屋さんでやってきてもらえばいいってことだよね。これだってさ、天ぷら用とかって売ってるってことはさ、うん、お魚屋さんでやってるってことでしょ。そうだね。あれそうしたらみんな手間が省けるじゃん、お母さんたち、うん、あら、それいいね。ある有名な方とね、お魚屋さんで会ったの。私は会ってないよ。あ、私会ってないけどね、あの、僕は会ったんですよ、うん、僕はあの、あなたに頼まれて、うん、お店の中でね、うん、タイの、うん、あのカルパッチョ用に薄く、あ、スライスしてください、スライスしてくださいって言ってくれるって言うから、 OK っつって言いに行ったら、うん、僕の横である有名な方が、うん、ご夫婦で、うん、あのサンマの腹渡取ってくださいって言ってた。一本って言ってました。ご夫婦なのに一本なんだと思ったことがありますね。あら、はい、仲良く食べるんじゃない、ね、お肉とお魚とどっちも食べたかったんじゃない。そうですね。片栗粉で汚れをちょっと取って。片栗粉で汚れを取るんだ。取れるんだ。そう、なんで、なんで取れるの。片栗粉の力で。すごいね。そう、皆さんみたいだね。何？私片栗粉じゃないよ。片栗粉みたいに人々の汚れを取る。素晴らしい。で、これで洗って、で私はジップロックとか、あのシリコンタッパーに入れるときにお酒を入れて保存します。なので少々お待ちください。こんな風に洗って、ここに入れて保存しておくと、このまま ソテーにしてもいいし、次の日エビフライちょっと切れ目入れてエビフライにしてもいいし、天ぷら食べたいなと思ったら天ぷらにすることができるので、これで下処理終了。今日はこんな感じ。でもあっという間でしょ。うん、まだ作れるものあるけどね。はい、こんな感じでした。はい、今回の作り置きは作り置きと下ごしらえですね。お野菜を茹でたりしました。ブロッコリーとオレンジカリフラワー、そしてインゲン、ナスの南蛮炒めと厚揚げとししとうの生姜醤油炒めで、レンコンと人参のきんぴらとトマトのマリネ、紫キャベツの酢漬け、パプリカのマリネ、そしてここで最後です、エビの背わたを取って、お酒に漬けたエビになります。今回はこんな感じで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 品で終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。日常の私をご覧いただきました。それではまた、さようなら。